はい、こんにちは、栃木の竹志農場です。アクティバンのね、リアドアなんですけど、開かなくなっちゃいました。この状態で、この状態でね、普通はロック解除になるんですが、よいしょ、押し込んでもダメだよね。ちょっと今、お尻で押してんだけど、なんか食ってんのかな。あのフロアが汚れないようにね、フロモフなんか入れてあるんですが、そういうものが食ってるとかっていうんじゃないみたいんだよね。でちょっとわからないんで、これ引っ張ってもわからないしね。とりあえず今から、竹志モーターズへ行っていきたいと思います。やっぱりね、後ろのドアを開かないとね不便ですね。人間だけ乗ればいいんですけど、他にも物を乗せたいときに困りますんで、ちょっと竹志モーターズへ行っていきたいと思います。はい、竹志農場です。竹志モーターズね、行ってきました。で、診断は、アンロックのアクチュエーター、要は、ロック状態になって、解除できないというのが原因だったらしいです。で、部品ね、発注したら、今年中にギリギリ間に合うかななんていう話でした。多分部品入ればね、電話かかってくると思うんですけど、で、ドア開かないときどうすんのって言ったら、鍵ですね、メインスイッチで、メインキーで開ければ開くよっていうことなんでね、開かなくなったらそちらで開けたいと思います。ね、開かないとやっぱり不便だからね。まあ一番困るのはね、荷物持ってって下ろす気になって開かないという、困っちゃうよね。ロックはできるんだけど解除ができない、まあそんな状態みたいです。はい、同じね機種乗ってる方、もしかするとそういう不具合が出るかもしれませんのでね、ご注意なさってください。はい、以上です。